それではですね、次の曲は、そうですね、本来ならこの四本堂公園、ちょうど今時期ぐらいにですね、桜がこう咲き誇って、すごくいい時期、今年はすごく早くてですね、僕らもの歓迎遠足の時によくこう桜の中で、ここでいろんなクラス紹介なんかをしちゃったりなんかしてたんですけどもですね、まあ、今年はすごく早く散っちゃったんですが、もう福山でこの時期でもう桜といえばもうこの歌しかないということでですね、はい、皆さんもぜひ聞きたいだろうということで、ちょっともう今年は時期外れになってしまいますけど、桜坂をちょっと行きたいと思います。よろしくお願いします。よかったですね、天気になりましてですね、はい、本当僕は雨男で天気が晴れっていう天気予報でも雨になってしまうという。なんか暗くなってきた。あー、すいませんね。僕が終わるとまたね、天気、ハマったさんが歌い出すとまたね、晴れると思いますよ。夏も、去年の夏も佐世保の島の瀬というところでやったんですけど、朝からすぐ土砂降りでですね、で昼から上がってきたんですよ。それでもう今日はないだろうなと思って行ったらやりますっていうこと で僕がやり始めたら雷が鳴り始めてですね、ドゥワーッと巡り出して、でちょうどこういうテントがこう3つぐらいあったんですけど、もうそこにですね、もうお客さんが全部もう避難せざるを得なくて、本当は帰りたかったお客さんもですね、もう本当にひどかったので、ちょうど僕の歌の時だけここでもう聞かざるを得なかったというですね。でバス停で待ってる人たちなんかももうバスの屋根のですね、バス停の屋根にも避難せざるを得ないという感じで、ちょっと良かったんです。僕の曲をそうやってね、聞かざるを得ない状況を天気が作ってくれたというふうにですね、前向きに受け止めてですね、やりましたが、今日はなんとかあと2曲歌う間はね、持つんではないかと思っております。では福山雅治の桜坂です。時間の関係でちょっと短縮バージョンでいきたいと思います。よろしくお願いします。君をずっと幸せに、風にそっと浮かぶよ。僕は生きるよ。
はい、ありがとうございました。桜坂でございましたが、なんか変な天気ですか。本領発揮ですね。僕が歌い出すとですね、雨雲がすごい喜んでくれてですね、来た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 っていうことでですね、はい、あまりねひどくならないようにもう早く終わりたいと思います。もうラストですね。